どうも、ショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。自分にぴったりの服が欲しいなって思ったので、ちょっと注文してみました。 ZOZO スーツっていうやつなんですけど、 ZOZO スーツって何ですかっていうと、簡単に言うと ZOZO スーツっていうのは、ZOZO スーツを着てアプリに従って撮影するだけで自分の体型が分かって、でその体型のそのデータをもとに自分にぴったりのサイズを注文できるサービスないしプロダクトっていうことでいいんじゃないかなというふうに思います。ただ僕もこういった洋服っていうのはもうすでにあるんですけど、ただこれ全然着れてないんです。なんでかっていうと、これユニクロの S サイズなんですけど、こうやって合わせた時に僕腰の位置がここなんですね。でもこれだけ余っちゃうので、なんか昔の B ボーイっていう感じがするんですけど、ちなみにこのシャツもユニクロの UT なんですけど、これもサイズはなかなかいいなっていうふうに思います。これちなみに実家に帰った時に家族がいらないから、もし着れるなら着てって言ってもらったやつなんですけど、そう、これもサイズは結構いい感じです。で、僕が今まで、あ、これすごいナイスだなって、そのいいサイズをキープできたものっていうのは、これでして、 H&M さんで買ったスキニーフィットってやつなんですけど、そう、このズボンは本当にちょうどよくて、もうすごい気に入ってるんですけども、はい、ってか短足はバレちゃう。まあそんな感じで、これからはその洋服の買い物で失敗したくないなと思って、今回これを注文してみましたと、はい、あとはネタ的に注文してみました。はい、おお、こんな感じ。あ、これスマホを立てかけるやつですね。へえ、スマホスタンドが入ってます。わ、すごい。こうなってます。現段階で、あ、匂いはそんなないですね。うん、でもこれ実際注文してから届いたのがどれぐらいなんでしょう。あれ、前どこ、前どっちだろう。なんか植木始めた途端めちゃくちゃきついんですけどなんでこれ。ああ、ここはいけたわ。はい、完成です。こんな感じですね。はい、まあこんな感じで、僕の短足が露呈してますけども、着てみた感じはどうでしょう。なんか程いい締め付け感、うん、あとこう締め付けられてるので汗がじんわりなんかここら辺から出てるなっていうのが分かるんですよ。そうなので、ダラダラ汗かく前にちょっと測っちゃいたいと思います。ZOZO アプリを開きますと、はい、ここの計測その他っていうのがあるので、ここをタップします。で、ここの上のところに計測を始めるっていうのがあるので、ここを押しますと。はい、そうすると、あ、こんな感じ。じゃあ今から、計測を開始していきます。はい、今のここからは音声のみでご案内します。お手元のスマートフォンを背面カメラが自分に向く向いてます。撮影します。スマートフォンを手に取り計測結果を確認しましょう。はい、スマートフォン取りました。あ、なんか通知が来ましたね。バストが94、ウエストが 78.3、 ヒップが 93.7。 うん、まあこれがいいのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、こうやると回転もできちゃうっていう、あ、すごい、なんか近未来。アップはできないんですね。いや、でも今回数字として僕がいかにこう筋トレを最近サボってるのかっていうのが如実に現れてしまいました。いやいやいや、この体型データで服を作るっていうのがあるので、これを押しますと。ピッピッで、僕が早速注文したいものがこれなんですよ。これこれこれ、あの V ネック T シャツっていうやつ。そう、これをちょっと注文していきたいと思います。で、そのお好み設定ということで、最適なのかマイナス3なのか、うん、プラス6なのか、そのゆったりめなのかピッチリめなのかっていうのが選べるそうなんですけど、ちょっと僕はピッチリめでいきます。はい、で調整してカードに入れると。はい、無事注文ができたみたいです。注文から到着までその2週間から1ヶ月ぐらいかかるっていうのは、まあこれはまあオーダーなんでしょうがないかなっていう感じはします。
なのでその期間が待てませんと、すぐ着たいんですってなった場合は、あの近くのお店で買った方がいいかなというふうに思います。あとこれ保温性が抜群というか、だいぶ汗がじんわり出ているので冬着ちゃうかもしれないですね。これはこんな感じで、今回ちょっと新しい洋服の注文の仕方ができたのですごい楽しかったっていうのと、これからはその洋服のサイズ面で失敗することはなくなると思いますんで、あとはデザインで失敗しないようにセンスを磨いていきます。ミニマリズムなライフスタイルを送りつつ、ちょっとファッションもブラッシュアップをしていこうかなっていうことで、2018年の6月ぐらいから始めていますので、はい、その一環で ZOZO タウンを今回使ってみました。という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。もし今回の話がちょっとでも面白かったで参考になりましたってのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。